どうも、おはこんばんにちは、ホビドアです。ウィッチャー3ワイルドハントプレイ再開していきたいと思います。さて今回はこのオクセンフルトに潜む生物というねクエストをクリアしていきたいと思います。さて行こうか。とりあえず傭兵のハンスと依頼について話すということなので、ハンスさんのところへ行ってしまいましょう。話を聞き終えたらね、一旦瞑想をして、あ、おっとクマがいる、クマ置いとこう。一旦瞑想をしてね、装備、霊薬などの補充をしたいところ。とりあえずハンスさんのところだ。ここの方ね、走るというか、ここら辺通るの久しぶりだな、本当に。おっとっとっと。ここに来いと言われてた。こんにちは、シダリスのハンス。ケージを出したか？いかにも、シダリスのハンス、傭兵隊長だ。殺してほしい怪物がいる。興味はあるか？もちろん。どんな種類の怪物なんだ？それが分かればな。ラドビッドに雇われているんだが、給料の支払いが遅れてる。報酬もなく命を危険にさらすのはまっぴらごめんでね。全く同感だが、俺は怪物の話を聞いている。そうだった。ここで野営を始めたんだが、この辺りに化け物が出ることが分かった。家畜をさらうんだ。地元民を助けようと、俺とカート、それにゲルドとヘンクに分かれて、こいついいやつだな。捜索したんだ。ゲルドとヘンクは戻らなかった。何にかは知らんが、やられたんだ。これは専門家向けの仕事だ。だからカートと俺で報奨金を出した。誰かが地元民を助け、戦友の仇を討ってくれることを願ってな。崇高なことだ。傭兵にも名誉はある。それで、ウィッチャーさん。どうする？仕事を受けるか？もちろんだ。わかった。どこから探せばいい？ここの南だ。そこで俺はゲルドとヘンクたちと別れた。奴らを見た最後の場所だ。では行こうか。ウィッチャーの感覚を使い怪物の襲撃場所を調べる。さてと、行く前に一旦1時間ほど瞑想して霊薬などの補充だ。で、補充をしましたら、とりあえずこちらとこちらを飲んでおこう。で、帰ると。これでいい。で、ローチを再度呼んでも来ないから、自分から迎えに行こう。では、例の目的の場所まで行こうか。オクセンフルトに潜む生物、どんなやつなのか。フィンドとかな気がしてきてるんだけど、ここほら森の中じゃないですか。出そうだよね、フィンド。落ち着け。さーてと、とりあえず降りてウィッチャーの感覚を使って調べてみようか。そこにオオカミがいるね。これか。爪痕に噛み傷、鎧はズタズタだ。ほうほう。人間か。他の死体はなさそうだ。なんだ、腕か。飛行する怪物か。二人目を爪で掴んだ。すべてを巣には持ち帰らなかったんだな。ほうほう。飛行する怪物か。ってことは竜的なやつですよね。他には何もないのかな。近くには何もないっぽいんだけどな。探索してみよう。花トリカブト。あ、これは一つずつ糸口をたどって。どちらに向かっているんだこれ。ウィッチャーの感覚を使って血痕をたどる。うん、こっちだな。ほほ。しかし今回は血痕がだいぶ見にくいところにありますね。ゆっくりと着実に辿っていこう。狼と出くわしそうだから、ちょっとこれを取ってと。狼一人倒すと大量に来るんだよな。来ないか今回は。来ないならそれはそれに越したことないんだけど。血痕こっちだな。で、こっち
痕跡はここまでだ。鳥が地面を片付けたらしい。そいつはここまで。奴らはすでに死体の残りを見つけてる。鳴き声を追えばいい。ほほ。ピッチャーの感覚を使いからそう。あ、向こうに側にいますよね。大量に。カラスっていうとレーシン思い出すけど、まあレーシンではないんだろうな。飛行しないもんね、レーシン。空飛ぶレーシンとか恐怖だよね。アスガールよ。ハーピーなのか。では巣は空っぽだ。食べ残しを除けばだな。一気羽が落ちてる気がするけど、軸が細く羽毛のまばらの羽、興味深いな。アークグリフィンだ。アークグリフィンか。グリフィンが戻ってくる夜に出直して戻ってこいって出たな。クエスト、傭兵の契約者。シダリスのマスターハンス殿、怪物大使の謝礼を前金に払うとの条件を承諾することにしました。ただし報酬額のクラウン6袋分はかなり法外に思われます。この賞状に同封した3袋分で貴殿と隊員の皆様には12分に足りるはずです。この怪物の問題の迅速かつ最終的な問題を所持していることを忘れなく、もし仕事が手に負えないと判断された場合は前金を残らず返金していただき、従わない場合は無知打ち刑と禁錮刑が適用されます。直ちにこの地域を去っていただきます。オクセンフルト市民会クラウス・バン・ドロンケ代表か。なるほど、裏があったのね。俺の前に依頼を受けて前払いで報酬をもらってる。お礼の支払いより多いな。ごねてもいい気がしてきたな。さてと、ここら辺でとりあえず瞑想をして夜になるのを待てってことだよね。多分こういうことかな。来たぞ。来たか。さてと、はいはい、こんなもんかな。で、追加でトロールのやつを飲んでおきたいかな。現在トロールのやつ飲んでないんだよね。サキュバスとエキムマーラだけだね。おっと、死ねえ。落ち着くんだ、ミスターゲラルト。アークグリフィン色違うや。オムニオピニキカス、やばい。ほっ、おっと、とりあえず出血効果かわされたよ。はい、いけた。かっこいいな、このグリフィン。でもこの色マジかっこいい。ジルエアエルの鎧。おお、ジルエアエルの鎧ってあれじゃないか、シリさんの名前にもなっているね。ツバメの鎧ってことか。よいしょ。アークグリフィンはアークグリフィンで討伐の証の名前違うのかな。あ、グリフィン討伐の証だ。残念。ちょっと名前が違うんじゃないかなとか思ったんだけど、そんなことはなかった。これ読んでないからちょっと読んどこう。では、レーシンのやつがいいかな。怪物から得られる経験値が上がるからね。ジリエールの鎧、これか。ちょっと装備してみよう。ちょっとかっこいいな。これこれで好きだな、俺。あ、これ、グエンの証、一つだけ 5% のところがありますね。あとで装備し直そうかな。凍結効果が上がる。銀の剣、まあ、こんなものかな。さてと、では依頼主に報告をしに行こうか。ハンスから報酬を受け取る。受け取りに行こう。これで一悶着あるんだろうな、多分。さて、どうするかが問題。よいしょ。その調子だ、ローチ。ほうほう、ローチが とんでもない角度にね、今のげそったけど、これは多分あの傭兵団さんたちを切り殺すことになってしまいそうな気がするよ。せっかくいいやつそうだと思ったのにな、あいつ全くいいやつではなかった。しかも
それで何か進展は？あったよ。怪物は始末した。グリフィン、いや、アークグリフィンだった。助かった。本当にありがとう。では報酬を。ちょっと待て、騙されないぞ。待て、これに見覚えがあるだろう。お前はこの仕事の依頼を受けて多額の報酬を前払いでもらってるはずだ。それで、これが俺の仕事でね。仲介人は手数料をもらうものだ。手数料ならその顔に何発でもくれてやる。金を出せ。最後に一つ忠告してやる。二度とウィッチャーを騙そうとはしないことだ。二度とな。おほう、すんなり払ってくれましたね。絶対一悶着あるだろうとは思ったのに。さて、意外とね、あっさりとクリアしてしまいましたね。残念ながら経験値ちょこっと足りないな。もう少しでね、あの装備が作れたんだ、装備できるねレベル帯になったのだけど、ちなみにポイントがすごく溜まっています。ほんとどうしようかね。おいおいおい、何回に装備しようかな。どうしようかね、考え中。さてと、といったところなんですが、今回ちょっと早いんですけど、一旦切らせていただきます。なぜかというと、次はね、このメインクエストの方を次回で進行していきたいのですが、これかなりね、時間がかかってしまいそうなので、次回にしたいと思います。トレジャーハント系は、まあ、やらなくてもいいでしょうかね。アイテムとか、今のところそれほど必要な感じではないですからね。もうメインクエストを進めていく感じでしょうか。で、このメインクエストとサイドクエストでね、このダウンロードコンテンツのがあるんだけど、これはまあ、後々、プレイしていきたいと思います。では、今回はここまで。また次回でお会いしましょう。ホビドアでした。